見ていただきましてありがとうございます。今日は大根を使った一品を作ろうと思います。大根の煮物です。大根とそしてちくわ、そして薄揚げを使います。10分して大根が柔らかくなっています。少し煮詰めてこれで完成です。